はい、時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティの加藤しない美容師、仲間君色と、争わない弁護士、工藤敦子です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱を希望に変えていく内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス、宛先は、797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。YouTube でも同時に配信をしております。YouTube から fmgino1 日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、はい、サッカーがすごく盛り上がってる。盛り上がってますね。はい、もう日本は負けちゃいましたけど、ね、ちょっと残念でした。ちょうど金曜日にベスト4が揃って、はい、これが世界的にはさらに盛り上がっていくのかなっていう。そうですね。ちょっと、ね、はい、12月ですけど、暑い感じですね。はい。フォアのファンがこれが面白いんです。面白いですよね。私もワールドカップの時だけ急にサッカーファンになるんですけどね。もうそういうにわかの人はもう多分もうピークは終わってるんで、はい、まあ、でも私全然日本じゃなくても全然見ますよ。日本で見ます。日本じゃなくてもワールドカップ見ますよ。まあでも本当に面白いと思うんで、これからもまださらに、ね、はい、はい、注目していきたいです。そうですね。じゃあちょっとコメントをお便り一件ちょっとご紹介したいと思います。お願いします。はい、東京都多摩市の赤い恋人さんから、毎週ご視聴しています。私はサッカー日本代表より日曜日の憂鬱の方が大事だから、今日も視聴しますだそうです。やったー。これあれですね、多分ちょうど被った時ですね、コスタリカ戦ですかね。そうです、そうです。日曜日丸かぶりしたんですよね。はい、ちゃんと聞いていただけてなんか嬉しいですね。嬉しいです、嬉しいです。ありがとうございます。はい、励みになります。はい。で、今日もゲストさんがいらっしゃるんですね。はい、そうですね。今日も、ね、はい。また、東京じゃない地方の方から、はい、はい。ですね。地方で頑張ってる方がゲストに来てますので、はい、また後ほどちょっとご紹介したいと思います。はい。では、そのゲストさんからのリクエストで、のっこさんで人形、まずお聞きください。はい。では、ですね、本日も、ゲストをお呼びしてますので、ちょっとご紹介をしたいと思います。本日のゲストは、静岡県の伊豆の最南端ですね。で、サイクリスト向けの宿を運営している吉田ひろ子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まずちょっと、質問なんですけど、サイクリスト向けの宿っていうのはどういう宿なんでしょうか。はい、サイクリストの自転車って皆さんご覧になったことあんまりないかもしれないんですけど、実はスタンドがついてないんですね。はいはい、そうなんです。だから駐輪場に止めてって言われるととっても困るし、すごく高額だったりするので、サイクリストは本当に自転車と一緒に寝たいぐらいなんですけど、まあ、そういったサイクリストの方が安全に自転車を保管して泊まる宿ということです。はい、ちなみになんでスタンドつけてもいいけどつけないですか？それともなんかちょっと軽くするためとか。まあそういう意味もあると思います。私もあんまり詳しくないんですけど、はい、つけたい方もいらっしゃるので、ご自分でカスタマイズしてつけてる方もいらっしゃいますけど、まあ、ついてないですね。はい、そうなんですね。なるほどですね。随分高価なものなんですか？
そうですね。まあ、いろいろな価格帯ありますけど、はい。立派なものはもう本当3桁超えの 自転す車ごもい持っですてらっしゃいます。ね。ああ、はい。3桁超えっていうと、本当保険とかちゃんとかけて、まあ車みたいなもんって感じですよね。そうでしょうね。はいはいはい。はすごいですね。で、こそのう。宿がある、はい。伊豆の最南端、南伊豆町っていうのは、はい。結構なんか、過酷なところだっていうサイクリストにとってはすごい過酷なとこだということを最初に伺ってたんですけど、実際どんな感じなんでしょうか？そうですね、もう皆さんお越しいただいた方は、もう舐めてたっていうふうにおっしゃってますけど、おお、はいはいはい。上がっちゃう下りが結構連続する起伏なんですね。なので、まあ、それが好きな方もいらっしゃるし、さまざまです。練習になるっていう方もいらっしゃるし。はい。その伊豆半島はそもそもそのサイクリストの方たちの何ですか、聖地みたいな感じなんですかね。そうですね。まあ、聖地っていろんなところで言われてますけど、いろんなところで言われてる聖地の中でも最も最難関の方だと思います。距離も長いですし、伊豆半島自体のね。はいはい。こう伊豆半島をぐるっと、なんですかね、一周するっていうか、こう、海沿いを走っていくみたいなイメージですか？そうなんです。もう、車で走るのも大変なのに、自転車でそれを走ってこられるっていうのは衝撃的でした。遠いとどっから来るんですか？一番最初にお泊まりいただいたお客様、オープン後にお泊まりいただいたお客様、群馬からのお客様でしたね。群馬。はい。群馬。すごいですね。大阪からもいらっしゃったこともあります。すごい。すごい。南伊豆に宿があるというのは、こう、なんか場所的にも何かこう、ちょうどいいんですか、サイクリストの方たちに。そうなんです。先ほど言ったように伊豆半島大きいので、サイクリストの方たち一周するのがこうお好きなんですね。で、何々一って言うんですけど、伊豆一っていうのが目標の一つでもあるんですけど、何せ結構大変なので、その中間地点に、宿があればいいんじゃないかってことで。なるほど。実際このサイクリストの宿って結構ポイントポイントであるものなんですか？そういう。ていうかそういう聖地みたいなとこは。そうです。私がこの仕事に入ってから、あるんだなってことが気づきましたけれども、まあ、そんなに一般的に知られているかどうかって言ったら、ちょっと私は、ごめんなさい、あんまりよくわからないんですけど、あるにはあると思います。これからも増え続けていくと思います。それだけサイクリストの人口が増えてるっていうことなんですか？そうですね。まあ、よく言われるのは、コロナの時に、運動不足を解消するために、と、感染予防のために、こう、自転車で通勤するっていう方が増えて、もうその時期に、わーっと自転車が、まあ、いわゆる、ママチャリじゃなくって、自転車がすごい需要があったっていうふうに聞いてます。そうなんですね。ちなみに、そのお宿は、サイクリストじゃなくても泊まれるんですか？そうなんです。サイクリスト向けの、宿ではあるんですけど、まあ、トレッキングの方とか、そうじゃなくてのんびりしたい方とか、いろんな方が来てくださいます。夏には海を目的の方が多いですね。そうなんですね。あ、そうそう、お宿の名前をちゃんとさあ、そっか、そうですね。言ってないかもしれないですね。ありがとうございます。ジューザサイクル宿南伊豆って言います。十 座サイクル宿南伊豆。はい。はいはい。ジューザです。座はどう書くんですか？重なる田んぼっていうところ、もともとの屋号が由来なんですけど、今の宿はアルファベットでジューザ、ハイフンジューザですね。JU-ZA。JU-Z。はい、そうです。
じゃそれあ。は、この、あれ、サイクリストの方が、そうやって宿があるっていうのはもう、分かって調べてくるんですか？ここがピンポイントがあるから、ここでまあとりあえず一泊しとけばいいかなみたいなそう経で験すだっね。て。はい。まあ、ほとんどの方はルートを調べて、どのぐらいの起伏なのかとか、どのぐらいかかるのかとか、しっかりやっぱり調べてきてくださいます。で、地図からやっぱりここが一番、ここに泊まれば次の日が楽とかっていうことを考えて探してきてくださるっていうパターンが一番多いですね。そうですね。すごいですね、でも。なんかそういうサイクリストって、ただ自転車でこう長距離を行くツーリングっていうのが基本なんですか？それともなんかそういう大会みたいなのとかあるんですか？こういう。まあ、いろいろ多分自転車によって違うとは思うんですけど。おっしゃる通りで、本当、なんていうのかな、山の中を走るようなグラベルっていうんですけど、そういうタイプの自転車を買って、それを楽しむ方もいらっしゃれば、距離を長く走りたい方もいらっしゃれば、まあ、さまざまですね、ヒルクライムって言って、こう、激しいこう坂を登ってひたすら登るみたいなのも好きな方もいらっしゃるし、そういう大会とかは全く興味なくって、ご自分なりにこうグルメ旅ということで回る方もいらっしゃるし、さまざそういうなんかプロ集団みたいな、なんていうんですか、そのサイクリストだけで、プロみたいなチームみたいなのもあったりする。ります、あります。地域に根付いたチーム、プロチームもありますし、企業が持っているプロチームっていうのもあります。そういう方も、ジューザには、宿泊してとか、そうですね。まず車が少ないんですね、南伊豆って。本当に自然が豊かで、なんですけど、とっても絶景がこう広がってるんですけど、なかなかそこまでこう皆さん、熱海あたりでこう満足してくれてるので。いや、もっと先まで来たらすごく綺麗なんだよねって思うんですけど、そう。で、起伏が激しいってことは、つまり、そして車が少ないってことは、すごくトレーニングの場所になるので、とってもいいって言って来てくださいますね。利用してくださいます。そのチームは、なんですか、タイムを競ったりするんですか、それとも、なんかあるんですか、そういうまあ、いろいろ大会によって違うかもしれないですけど、なんか、代表的な。そうですね。基本やっぱりタイムになりますよね。で、チーム戦の場合もあるし、個人戦の場合もあるし、まあ、よく知られてるのは、弱虫ペダルっていうアニメがあったように、そうです、そうです、チームで何人かで役割を分担して、序盤が得意な人とか、ね、いろいろこう自分の特性を生かして、最後に託すっていう、なんか結構、見てると感動します。ああ、そうなんですね。すごい景色も綺麗そうですよね。本当綺麗です。あんまり観光施設がないんですね。なので、もう手つかずっていうところが、その自然のままっていうところが、本当、もう毎日通ってますけど、毎日感動します。素敵。すごいですね。なんか絶景って感じなんですかね。なんかこう、おすすめの時間帯とかありますか？そうですね。やっぱり朝ですね。夜露に濡れた感じと、こう朝日がわーってこう出てくるのが幻想的で、すごく綺麗です。あとは夕焼けですね。南伊豆のいいところは、ちょっと行くと朝日が昇るとこが見え、ちょっと行くと夕日が沈むところが見えっていう、ですよね。もう最南端ならではの。普通どちらかですよね。そうなんです。夕日。すごいです。本当に最南端なんですね。本当に最南端は石廊崎っていう、もう皆さん台風中継でもご存知、っていうところで、本当もうね、風も強いし、景色はいいです。月一度いらして。今は結構車ですぐなんですか？石廊崎までは宿から車で10分ちょっとですね。なるほどね。もうすぐそこって感じです。そうですね。まあでもいいですね。温泉も近くにあったりする。
はい。そうですね。いいですまあ、ね。こう、あれですね、普通の本当に一般の人でも車さえ出せれば、ええ、ええ。いると、そして止まれると。はい、そうです。まあね、バスでのんびりいらっしゃるのもおすすめですよ。なかなか日常、ローカルなバスに乗るっていう体験もないと思うので、のんびり景色見ながら乗るっていうね、なかなか。いいですね。バスもそこまで一応通ってるんですか？十そう三。なんです。下田は皆さんご存知だと思うんですけど、はい。下田から、バスが通っております。じゃあ本当に十三の近くまでバスが止そうまでる。す、そうです。じゃあ、ええー。公共機関でも行けるってことですそうね。です、行けます。なるほどですね。なんかぜひぜひ、吉田さんのその感性も教えてほしいところなんですけれども、もともとその宿の方をやるっていうことは、どういうことから始まったんですか？私、もともと全く畑違いのヨガのインストラクターっていう仕事をしてたんですけど、それでちょっとコロナになってオンラインのレッスンをしてるうちに、今の経営者とつながって、はい。で、南伊豆で宿をやることになってるから、行ってやらないかっていうことで、お声をかけていただきまして、まずは見に行きますということで見に行ったんですけど、もうこの景色の良さに、もうこんなチャンスは、めったにないということで。特にね、南伊豆に何かゆかりがあったってわけではなくってこいと。やいや、全然初めてじゃないかな、記憶の中で初めて、その時が初めてでしたね。でも、それでね、移住を決められてってすごいですよね。すごいですね、本当ね。に。いやいや、なんなんかか、周りに結構その、なんていうんですか、住宅とかあるんですよね。十座の近くとか、コミュニティセンターみたいな、なんかそういう町があったりするんですか？町っていうか、そういう町のコミュニティ。街はあるんです。昔すごく民宿がもうブームになった時にわーっとこうね、本当歴史が長い街で、皆さんのイメージだとちょっと尾道みたいなその坂があって、こう民宿が立ち並んでてっていう感じだと思うんですけど、本当に漁師町のこうノスタルジックな感じの、他にこんなところあるのかなっていう感じですね。素敵。その吉田さんが決められたそっちに、まあ住んでまで、移り住んでまでやりたいって思った、そのなんか、ここに感動したみたいな理由はありますか？まずその街並みを見たときに、もう衝撃的だったのと、なんか、なかなかこんなところご縁がないぞっていうところと、あと、宿がオープン、昔に建った時からの大きなサボテンがあるんですね。サボテン、サボテン。本当に大きな、もう屋根よりももっと高いサボテンなんですけど、そのサボテンがもうなんか結構衝撃で、見た時にうわーって圧倒されて、もうその感覚が帰っても、こう、ね、自分の住んでたとこ帰っても忘れられずにっていうところでした。実際そのサボテンはもうもともとあったんですか？その十座がからそこのそのサボテンを植えたとかじゃなくて。いえいえ、そこの今57年ぐらいなんですけど、57年建てるときに、こう、割と小さなサボテンを植えたら、そんなに大きく成長したっていう。すごいですね。はい、皆さん、訪れる方は皆さんびっくりされます。57歳？ 57 57 歳。すごいですね。歳。すごいですね。じゃあ、その、もともとじゃあ、その十座は、なんかそこをなんか建て替えたわけじゃないってことですね。リノベーションかなんかし そうて。です、中をリノベーションして、見た目は本当、よくある、こう、なんていうのかな、大きな、割と大きめの民宿っていう感じなんですけど、中は、しっかり最新設備というか、もう、はい。デザイナーに頼んで、設計士の方に頼んでいただいて、地元の、建設業の方が、もう、しっかり建てていただきました。
そうなん。今、オープンしてどのぐらいですか？オープンしてね、1年ちょっとなんです。11月にオープン、去年の11月にオープンした。いい伊豆の日です。ああ、いい、伊豆の日。はい、11 月12日です。なるほど、なるほどですね。はい。なるほどです。そうなんですあつこね。さんは、ちなみに、伊豆への思いとかありますか？伊豆への思い。なんか、私、そうですね。実家が神奈川県なので、家族旅行といえば伊豆半島のどこかの温泉に行くっていうのが、定番だったので、はい。年に一回は伊豆半島お邪魔してるような形なので。そういう方多いですよね。そうですね。でも、本当にその最南端だっていうところが素晴らしいなって思います。さん割と下田が一番南だって思われてそうなんです。はい。よく言われました。はいはい。それよりもっと南がね、あるんです。はい。皆さんびっくりされます。下田よりも南なんですかって言われて。このだけサーファーが結構サーファーの聖地みたいなとこで、ああ、そうですね。いや、はい。いいなと思いますね。雰囲気が違いますね。そうです。仲間さん何か思い出ありますか？いや、あんまり、ただなんかすごいいいとこだなっていう、なんかでも伊豆もいろいろあるじゃないですか、なんか伊東とはい。か、高原もあったり、海もあったりするんで、行ったことはありますけど、正直あんまりちょっと伊豆の、連れてってもらったような感じになるので、あんまりですね、そう正です直、よね。海が綺麗っていう、なんか日本で一番、あ、日本じゃなくて本州で一番海が綺麗なとこっていうイメージですね。多分その場所によると思うんですけど。実際海はどうですか？綺麗ですか？綺麗ですね。まあ、やっぱり日によるんですけど、有名なのは日比蔵浜って言って透明度が高くって、もう本当あちこちからそこでシュノーケリングしたいということで来ていただいてますね。船でしか行けない場所なんです。なので、はい。とっても綺麗なところですね。そういう船も出してるんですか？地元の人が。地元の方がね、はい。でも、あともう伊豆だったら、ね、海産物とかお魚とか美味しいですよね。そうですね。その辺は、いろいろ美味しいところはご案内できますので、ぜひいらしてください。ぜそれですひ。ね、あと地域の活性化にもつながりますよね、そういう。はい、そうなんです。そこがテーマでですね。自分たちの宿からいろんな南伊豆を知ってほしいっていう、してもらう過程で、してもらいたいという思いで、経営者の方がね、ここを選んだというところがあるので、南伊豆を知ってもらいたいというふうに思ってます。でも実際本当東京だとそんな感覚ないですけど、やっぱ地方の田舎町はそうやってこうみんな、なんていうんですかね、なんか結束して盛り上げようっていうのがなんか今日のでも伝わってきましたし、そうですね。はい。素晴らしいですよね。なんか地方も地方で、はい。なんとか頑張ろうっていう。はい。今、いろんなところでね、本当いろんな取り組みがされているので参考になります。今ね、このコロナのね、まあ、あれ、よい影響なのか、おかげなのかっていうと、結構テレワークもね、盛んですが、それこそ別に東京にいる必要がなく、韓そう国でですもお仕ね。事ができるようになってるので、いいですよね。ワーケーションで南を利用するって。Wi-Fi 環境もバッチリですので。素晴らしい。そこは気になるところでした。しかも、運動にもなるしっていうこ とそうで。ですね。はい。いいですね。自然があって。正直、結構、なんか、知り合いとかで、サイクリストもどきの方はいるんですけど、なんか、毎週土曜日とかに朝走ってるっていう人、いるんですけど、何が楽しいんだろうって思ってたんですけど、正です直。よね。でも、今日の、吉田裕子さんの、話を聞いてると、あ、こういうサイクリストの人ってこういう思いでやってたのかとか、なんかこういうネットワークがあるのかっていうのをちょっと知れたんで、はい。なんかその方を見る目もちょっと優しくなれるなって思って、ありがとうございます。はい。なります。ありがとうございます。何かこう、最後にちょっとお時間が近づいてきてしまったんですけど、何かこう、吉田ひろこさんの方から宣伝することなどありますか？
そうですね。南伊豆が一番おすすめな時期は、2月から3月、一番早く桜が咲くんですね。河津桜の時期なので、本当に菜の花とのコラボレーションがとっても綺麗なので、ぜひ、時期にもおすすめですし、すごいそでのすね。他の時も、ぜひトレッキングや何、アウトドアはいつでも楽しめますので、お越しください。楽しみ。ありがとうございます。リスナーの皆様が、検索するときには、ジューザって検索したら大丈夫ですか？はい、大丈夫です。わかりましすぐた。出てくると思います。JU-ZA でお願いします。JU-ZA でぜひぜひ検索の方皆様お願いいたします。そうですね。では、そろそろお名残惜しいですが。そうですね。また時間が来てしまいましたけど。てしまいました。この番組は毎週日曜夜8時から放送しております。よろしければまた来週もお聞きくださると嬉しいです。今日は吉田ひろこさんありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。おやすみなさい。おやすみなさーい。